で、これもスタートさせて。名前を出しちゃダメなんですね、はい、そうですね、名前出したらダメですね。ウケちゃんとかダメ、坊やもダメよ坊やとか、息子とか、ジュニアとか坊や、ボンボンとかダメよ、絶対ダメよ。ダメだって言ってるじゃん分かってます分かってるだろ、言うなってはい、ボリューム絞られてる、今週の沖縄さん、はい、今週の沖縄さん、あ、入った、はい、国吉くん、こんばんは。セクハラは許さない。だから君が言っても何の説得力ないんだけどさ。だから息子ですでいいよ。はい、コードネーム息子にするぞとかさ。そう。でも息子って国吉くん言ったらちょっといやらしいですよ。なんかいやらしい。なんかいやらしいよな。もう一切禁止にしましょう、もう。もう、息子もダメか。うん、じゃあ何がいいかな。ラオウでいいんじゃないですか。ちょうどオリックスも日本シリーズ進出決めたことですし。何しようかな。金で魂を売ったさんにする金で票を売ったとか。あいつ返事しないからな、でも都合の悪いことずっと頑張りだもんな、ええ、はい、岡部さん、はい、岡部さん、中国です、はい、高さん、ラオウ、ラオウ、はい、綺麗に入ってます、大丈夫ですね、よし、でですよっしゃ、今日タイムスがあの記事出した時はさすがに驚いたね、高さんえっと思いましたよで、今年の2月ぐらいに愛ちゃんがこの内容にぴったりする投稿してるじゃないですか、ロンダンに。かわいそうにな、国吉君。よし、OKOKOK で、今日15?16?20日か、よし、早いな、もう20日だな。で、こっちが、これか PC、 最適化されてない、遅いな、なんで Windows 10でこんな遅いんだ、よし、OK。よし、OK、OK。よし、全部 OK ですね。はい。もう、
君我慢できないのかも。うん？あのちょっと危ないなと思ったらもうフィニス君マイクだ切っちゃいましょう。もう本当これシャレなんなんですかね。県知事選挙以上に危ないですよ、ね。もう早くしましょう。はい、行きます。はい。はい、じゃあ行きますよ。はい、本番5秒前4、3、2。なんかまたスマホいじってるし。はい、皆様こんばんは。2022年10月の20日木曜日、今週もやってまいりましたワンヌウムイの時間です。この番組はすべての子どもたちに笑顔を届けたい、子どもに笑顔を送る会ありがとう、浦添市ぐつくま通りにあります特定非営利活動法人手だっこ、そしてアップルパイの美味しいお店クッキング手だこ、ともに日本の未来を創造する SNS フリージャパン、タクシーのパーツと自動ドアのことならすべてお任せの沖縄タクシーマート、以上各社を応援いたしております。なおこの放送は YouTube チャンネルチャンネルボギー様のご支援でお送りさせていただいております。さて、改めまして、こんばんは。当番組メインパーソナリティのボギーテドコンでございます。この番組は地上波 76.8MHz で放送しておりますが、過去の放送は YouTube チャンネル、チャンネルボギーの方に全部アーカイブとして上がっておりますんで、また、はい、ご覧になりたい方、お聞きしたい方は、またご覧いただければと思います。なお、YouTube 版のこのワンヌウムイは、皆さんも大好きな、HK ゴスロリマンゴー仮面さんの、あられもない姿が映っておりますんで、その方も結構楽しめるんじゃないかなと思っております。では、本日の、手厳しいコメンテーターの方々をご紹介したいと思います。マンゴー仮面こと全羅漫さんでございます。こんばんは。金で心は占い、占いマンです。よろしくお願いします。はい、続きまして、岡目さんでございます。こんばんは。はい、こんばんは。マイナンバーカードをそろそろ申請しようと思います、岡目八目です。はい、そして、笑いをこらえておりますタカさんでございます。あ、はい、こんばんは。名前が売りすぎてて選挙に変わらなかったって意味が不明です。ということでございまして、いや本当にね、皆さん毎回毎回いろんなコードネームで登場しますが、全員同じメンバーなんでね、皆さんまたお見知りおきいただきたいと思っております。本日も、約50分お送りさせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。はい、改めまして、こんばんは。当番組メインパーソナリティの、ボギーテドコンでございます。10月もあっという間に、まあ、後半の方に
まあ、突入しておりまして、まあ、日々この南の島沖縄もやはり、朝と夕方はねかなり、まあ、涼しくなってきたかなっていうようなそんな感じがいたします。最近はこういったね、まあ、GoTo キャンペーンの再開ですか、まあ、そういったね旅行の支援を、まあ、国がねまた新たにやり始めたということでございまして、まあ、沖縄の方はね結構観光客の方が増えておりまして、美浜などもね以前ちょうど去年の今頃っていうのは閑古鳥が鳴いていたんですけど、今ではもう週末の花火が上がる時にはまるでねコロナ前に戻ったかのような、まあ、そんなにぎわいがかなり戻ってきたんじゃないかと思います。で道の方をね走っていてもレンタカーがすごい増えているんですよね。まあ、そういったのを見ると、まあ、観光客がやっぱりどん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 、まあ、戻ってきているんだなっていう実感をね私はしております。まあ、そういった中で、観光は沖縄最大の産業であると言いながら、観光業界に見下り判をつけられた方もいますからね、マンゴーさん。そうですね、なんか飲食店には支援あったんですけど、観光業界に支援がない、支援をしない人たちが観光立県って言ってるのはちょっとどうなのかなと思いましたね。はい、まあそういったのもありましてね、まあ選挙も終わりまして、まあ喉元過ぎれば暑さ忘れるですかね。まあ政治家っていうのは選挙の時にはいいこと言いますけど、選挙が終わったらタカさんなかったことになりますからね。まあそうですね、どこの県の知事とは言いませんけども、玉城院知事なんかなんか今回飲食店の支援についてさっき話が出たんですけども、その飲食店になんか選挙が終わった後になってから、その飲食店時短要請に従わなかった飲食店に対してなんか金を貸したっていうことを発表してますからね。飲食店に従わなかったところに過料、いわゆる罰金ですね。しかもその罰金がですね、払う罰金の支払いが決まったのが裁判所で決定されたのが8月31日なんですよね。はい、で県知事選は9月11日なんですけども、県知事選の前にその裁判所で、罰金を課すということが決まっているのに、それを発表したのが県知事選の後という、これかなりちょっと怪しいんじゃないかなと思いますね。いや、こういうの岡部さんちょっとおかしいですよね。そうですよね。普段こういったのは判決が出たその、ね、翌日には、速報みたいな感じでね流れたりするんですけど、それが一切流れることなく選挙が終わった後にこれを発表したっていうのは、まあ、これはいわゆる、飲食店に対してね、まあ、過料つまり罰金をね県が課したっていうことをやっぱり選挙に影響が出ると思って黙っていたのかなと思われても仕方ないですよね。そうですよね、なんかもう不都合な情報とかとにかくもう隠しまくって、それでまあね、オール沖縄に有利な情報とかはもうバンバン尾ひれつけて流してるって、これがすごく目立ってますけど、まあね、今回最近ではそれがちょっと逆転してインターネットの世界ではね不利な情報がバンバン流れてて大目玉く大慌て食らっちゃってるみたいな感じですけどね。はい、まあね、このあまり大きく報道はされていないんですけど、ネットの中ではいわゆるひろゆきさんというね、まあ、有名な方が、まあ、この方は政治家でも何でもないんですよね、うん、YouTube 上げていたりコメンテーターしていたりということで、まあ、様々なことをねされてる方なんですけど、2チャンネルの創始者でした、マンゴーさん、はい、すごいそういったところも優れていてですね、まあ、先見の目があるというふうにも言われております。なおツイッターでは200万余りのフォロワーがいるんですかね。すごいですね。まあこのツイッターでフォロワーが200万っていうと、何かつぶやけば一気に200万人が見るということですから、これも本当にすごいことだなと思うんですけどね。ちなみにマンゴー仮面さん何人ぐらいフォロワーでしょうか。いやー、とても及ばないですね。及ばずないでしょ。君ひろゆきさんと比べるの違う。いや、比べること自体がちょっと失礼なのかなと思いますね。はい、実はこのひろゆきさんが沖縄に来てですね、その沖縄の辺野古のいわゆる違法テントね、テレビや新聞では抗議のテントとか書いてますけど、はっきり言いますよ、
あれ違法テントですからね。はい、あの許可も得ずに勝手に作ったテントなんですよね。まあもともとこの違法テントは基地のフェンス側にへばりつくように作られていたんですけど、まあ、それをね、ある、事件がありまして、これを撤去しなさいということになってですね、撤去されたんですよ。その時にその違法テントの資材をね、まあ、向かい側に置かしてちょうだいっていうことを認めてしまった後に、ね、資材を置くどころかそこで組み立て始めて、そこにまた新たにできてしまったんですよね。まあ、それからずっと居座って3000日居座ってるということでございまして、まあ、そこにこのひろゆきさんがね、訪問をしたと。すると、誰もいなかったっていうんですよね。いや、本当に休日とかいないですからね。はい。実はね、このいなかったっていうのを見てひろゆきさんが、ここに来たけど誰もいませんと。誰も座り込みしてませんけど、この数字ゼロにした方がいいんじゃないですかってつぶやいたことに対して、いわゆる平和平和と言ってる半吉の方々がもう、ね、顔を真っ赤にして噛みついたんですよね。まあ、その中にはなんとね、沖縄の新聞の、はい、記者までいたということでございまして、まあ、これだけじゃなくてね、あちら側にいる、まあ、芸能人とか、ね、芸人までもが、大発狂しているということでございまして、まあ、これがね、ネットの中ではよくやったっていう評価になってるんですよね。まあ、なぜかと言いますと、このひろゆきさんがこのツイートをしたことで一気にこの沖縄の反基地運動に焦点がね、皆さんのやっぱり視線が集まったわけなんですよ。するとね、今までなかなか全国に発信されていなかったこの沖縄の反基地運動、そういったね、非暴力の抗議活動なんて言ってる連中の本当の姿が次々に動画でね、今ツイッターにアップされてるんですよね。いや、岡部さん、これ初めて見る人が見たらこれ非暴力って見えないですよね。まあそうですよね。結局そのね、もうテドコンさんのね、集めた情報とかをね、ひろゆきさんがバンバン拡散させてしまって、もうこれでもうね、だいぶ見方とかがね、やっぱり内地の人たちも変わってきたのかなとかも思いますよね。で、ちょっと面白い、このことで、モヘモヘさんっていう人がコメントしてるのをツイッター読み上げますけど、前、正直、今回、ひろゆきの件で少し怖かったのは、ひろゆきは基地反対運動自体は別に反対もしてない、古代広告ですよねって言っただけだ。それなのに、沖縄の新聞、大学教授、知識人が大量にひろゆき個人を攻撃し始めるんだから、それは沖縄で基地反対運動の否定的な人は言論の自由ねえな。電池マスコミ総出で、潰しにかかってるんだから、個人があっても権力ってああいうもんだを言うんだなというふうに言ってまして、これが1万6000ツイートとか来てるんですよ。おー、すごいですね。なんかこういうふうな、第三者的な視点だからも、こういう、まあ、シニカルな言い方をされていまして、こういうのが1万も2万もついた拡散をしてるんで、これちょっと収集つかなくなってきてるなと思いますよね。そうなんですよね。まあ、顔を真っ赤にしてね、これ否定すれば否定するほど、不都合な、やっぱり事実っていうのがどんどん出てくると。まあ、この座り込みの定義にしてもね、目的が達成されるまでそこにね、居座ることというふうに書かれているんですけど、はい、実はマンゴー仮面さん現場に行ったらしいですね。まあ、現場にも行って、はい、現場行く前にもちょっと図書館によって国語辞典何種類か当たったら、やっぱり、どの辞書もその目的達成されるまで、その同じ場所に留まって動かないっていう趣旨のことが書かれてたんですよ。それをちゃんと確認した上で行ったんで、やっぱりその看板に偽りありだなって思いましたね。はい、いや、高橋さん、でも沖縄ってね、私、はい、正直なんか違う価値観があるなと思うんですよ。はい、例えば公約にしてもですね、手をつけただけで実現したっていうふうにね、はい、言う政治家もいるじゃないですか。はい、こういったのもありますし、今のようにね、
あの例えばハンスト、はい、ハンストっていうとこれはもう、ね、自分の命をやっぱりね危険にさらしてまでも一生懸命やるっていうのがあるんですけど、はい、雨が降ったら駅に帰るとかね、はい、そういうのがなんかハンスト、しっかり旅行バッグ持ってたのにあれただの東京観光じゃないですか。はい、でね何日か2日ぐらいやったら終わりとかね。そうですよね。するとハンストになんかね医療の関係者まで付き添っているもう至れり尽くせりのハンストなんて世界で多分どこにもないと思わないですか。いやひろゆきさん、ね、あのツイッターの中でなんかの沖縄の抗議活動をやってる人はあの日本語の文法正しく喋ってないっていうふうにあの言ってたような気がするんですけども、文法だけじゃなくてその言葉の意味もあの正しく使ってないですよね。うん、これね今沖縄の新聞がひろゆきさんが沖縄の人をねこれ侮蔑してるなんて言って一生懸命報道してますけど、反基地運動の現場に行くね我々としては、まあ、そこで飛び交う言葉を聞けばあこれはあのうちなんちゅだねこれ県外の人だねってやっぱり分かるわけなんですよ、まあ、特にこの反基地運動の現場で、まあ、耳に入るのは関西系の言葉ね、はい、あの何のつもりやとか言ってねこんなもう本当にやからみたいなことをね大声で喋ってるような人たちやっぱりいるんですよ。で我々うちなんちゅからするとその言葉のイントネーションであこれすごい綺麗な標準語だから県外の人間だなっていうふうにやっぱり見分ける、顔を見るとねあやっぱしっていうのはやっぱあるんですよ。ですからこういうふうにねやっぱり人の主観なんで、ね、沖縄の人がちゃんと標準語喋れていないって言っても、うん、それでいいんじゃないのと、でも喋れてる人もいるよと、逆に言えば私からすればそれがやはり反基地運動の現場でこれ沖縄の人なのか県外の人なのかっていうのを見分ける一つのツールになっているんですよね。だから私は別にこういった一個人のね、彼はあの政治家でも何でもないんですよ、一個人なんですよ。その一個人の主観を沖縄のメディアやね学者やあと平和団体などが総出でねまるであの親の仇のように徹底的に紙面使って叩くっていうのはこれってね高さん怖いことですよね。まあ、そうですね、これこそ全体主義ですし、あとそんなことしてる暇あるのっていう、あの別のラジオ番組であの森永康平さんもおっしゃっていたんですけども、あの、まあ、ウクライナ情勢がまた緊迫化してるっていう状況ですし、あと台湾情勢も日々緊迫化している中で、本当こういったことでいち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 ごちゃごちゃあのケチつけてるメディアがいるっていうことで、日本って別な意味で平和だなっていうふうにおっしゃってたんですけどもまさにその通りだと思いましたね。だってね世界は今核戦争が起きるんじゃないかっていうのはそういう緊迫したね状況の中にあるんですよ。それなのにこの国はですよ、特に野党に至ってはね、あの統一って未だにやってますしね、本当にバカバカしいとしか言いようがない。それとね、安倍元首相のいわゆる暗殺事件についても犯人のことなんか全く報道されない。それどころかこの犯人にねたくさんの差し入れが来て入りきらずに倉庫に入れてるっていう話もありますからね。あとその犯人を主人公にした映画も流してるっていう、そういったところもありますよね。これ国会議員じゃないんですけども、しかもその映画館の中に沖縄市にある某小さな映画館も組まれてるんですよね。やれやれですね、本当に。そういえばやれやれといえばですね、このひろゆきさんがね辺野古の違法テントの、何日座り込みっていう看板の前で笑顔で写真を撮ったんですよ、はい、するとそれから数日後にねまるでそれに便乗するかのように沖縄のね芸人たちがそこに現れて同じ写真撮ってるんですよね。マンゴーさん、あーそうですね、誰です、ピースして写真撮った、あの自分がピースした写真現地に行ったんですけど一人だったんで撮れてないです。で撮ったのがモバイルプリンスとシェアロガイおじさんでしたって他にもいましたって、 いい笑顔でしたよね。はい、でもこの人なんか安倍記者、タイムスの安倍記者が
取るのはなんか良くない風にあのツイートしてたんですけど、そうです、ね、そうやってツイートするんだったらモバイルプリンスもあの江森康介もダメなんじゃないのって思うんですけど、いちいちさそんなあの本名まで言う必要ないと思うけど、いや本名までっていうか、まあその彼ら自身が出してるわけですから、いやしかしね本当に思いますよ、あのこういってね、例えばそういった何日座り込みっていう看板の前で、ね、笑顔でピースサインをしてる写真が、ひろゆきさんだと不謹慎だと、ところが、ね、反基地運動に寄り添ってる人たちがやったら OK だと、これってタカさんおかしいですよね、まさにダブルスタンダードですよね。あとそのひろゆきさんたちがあのピースサインしてるの写真撮ったところの看板なんですけども、なんか新基地断念まで座り込み抗議何日ってあるんですけども、新基地っていう自体ところであの間違いですよね。なんでこれあのゼロが正しいと思いますよ、もう新基地っていうだけところで間違いですから。最近になってこ の, あの字が汚いっていうふうに言われたんで、その看板を作ったっていう人までが新聞に出てきたんですけれども、作った人 の, あの思いがどうのこのって書かれてたんですけど、いやあのそもそもあんなテント置いたりあんな看板を勝手に道路の管理者の許可なく勝手に置く方がおかしいんじゃないのって思うんですけどね、はい。まあ、ダブスタといえば一番今回、ダブスタの被害を食らってるのは、沖縄のそういった、ね、地元の人たちとかそういう人たちだと思いますし、何なんですかねこのダブスタっていうのは。いやいつものことですよね、はい、ダブルスタンダード、はいはいはい、でもね今あのマンゴーさん大事なこと言いましたけど、皆さんねあの何気なく新基地って言ってますけどね、視聴者の皆さんこれ新基地じゃありませんからね、うん、あのキャンプシュワブは1950年代後半に作られ始めて1960年代前半にはもう完成しているんですよ。これ地元の方が誘致したんですね、はい、そう地元の、ね、方々が、いわゆる、ね、取り残された、ね、本当に陸の孤島と言われていた当時の辺野古に、まあ、インフラを整備することを条件にですね、あのここに、ね、基地を、ね、作っていいからっていうことで、まあ、いわゆる認めたということになっているんですけど、あのこういったね違法テントを建ててる人たちの目の前にフェンスがあってその向こうに基地があるんですよ。なのに新基地ってね、本当にあの嘘も百遍言えば事実になるというね、どこぞの国のことわざがありますけど、それと同じことにね我々沖縄県民丸々乗せられている。新基地っていうと新しくね基地を作るんだっていうふうに思っちゃいます。違います。キャンプシュワブというね1950年代後半に作られた基地の中に、ね、今滑走路をね追加で作るだけなんですよ。で今岡部さんが言ったダブスタ、これと同じのが起きています。これ何かと言いますと浦添の軍港のお話で、この浦添の軍港は今那覇軍港を浦添の、亀瀬のね海を埋め立ててそこに移設しようという話が出ています。ところが、この亀瀬の海のそばにある、牧港補給基地キャンプ金沢にはね軍港というのはないんです。もともとあそこ倉庫だけでね、はい。ですがあのなぜね辺野古は新基地というかというと、今ある基地の機能にない機能をね、今機能がないやつを新たに作るから新基地だって言ってるんですよ。ところが浦添はキャンプ金沢に、ね、軍港機能ないです。新しい機能なのにそれは移設っていうんですよね。新基地じゃないんですよ。だからあのこれね本当にあの新聞ばっかり読んでたら人文は振り文に変わると、はい、私本当にそう思います。だからせっかくね皆さんこうしてスマートフォン持ってるんですから、ね、ただ持っててねあのメールのやり取りばっかりじゃなくてこういったところもやっぱり調べた方がいいと思いますし、もともとマスコミはね新基地ってマンゴーさん言ってなかったんですよね。最初はあの普天間の移設ってことを言ってたんですよ。
それがいつの間にか新基地にすり替わってるんですよ、はい、やっぱりこの言葉ってあの、まあ、建物の工事に例えると新築新基地って言ったらもう全く何もないところに新しく建物を建てるって意味じゃないですか。で辺野古にの工事を例えると既存の建物に対する 増設増築じゃないですか、はい、だから そのあたりの日本語の使い方っていうのもおかしいなと思います。沖縄のねある特定の人たちって本当ね実現率とかね、うん、日本語の使い方絶対間違ってるだろうっていうのはいっぱいありますからね、はいはい、沖縄の人々の侮辱は許さないその言葉ものすごくはや、ね、ツイッターで出てましたけど、そもそもそれだったらテドコンさんをデマだなんだってものすごい侮辱してる内地の人から侮辱されてもそれ何なんだって、ね、ああそうですね、まあ、メディアが報道しないことを私がバンバン発信するとデマやろうって言って侮辱してきますし、うんうん、いわゆる反基地に、ね、寄り添っている著名人とか、うん、あと政治家ね、なんかポエムみたいのを書いて沖縄に寄り添ってるようなことを書くんですよ。でそれに私が沖縄県民ですけど迷惑だからやめてもらえませんかって書いたらブロックですからね、はい、まあ、ブロックだけはいいかもしれないですけど本当にテドコンさんに対しての、ね、侮辱がものすごく激しいなと思って、いやまあ侮辱されるの慣れてますけどね、タカさんね、ええ、後ろから鉄砲を撃ってくる人たちいますからね。まあそうですね、そういう人の中になんか自分は辺野古について一番詳しいんだなんて変にマウントするっていう人もいますからね、本当にね、まあ本当に私言いたいんですけど敵を見誤るなということをね一言言ってみたいと思います。ではここで秋にぴったりな音楽をおかけいたします。小田和正さんのナンバーからいつかどこかで。はい、ということでマンゴーさん次は本番いきますからね、君の大好きなやらかしたお話にいっちゃおうかなと思いますんでね。私図書館に国語辞典だけ見に行ったのまあ、はい、一応広辞苑とか大辞泉とか、まあ、その手の辞書ですね。疲れてっにもあるよまあ、あるんですけれども念のため図書館っていうのは紙の辞書、まあネットではないものも紙だけしかないものも一応確認しようと思いまして、なんかでも一応左側の辞書を作っている人たち学者が言ってたんだけど、辞書というのは言葉の意味を規定するものではなくて言葉の意味をあれこれ言われているものを集めて収集したものが辞書であって意味の規定はないって言ってますね。って言ったらそれこそもう辞書の持つ意味っていうのは辞書の役割をそのままこれを確かめても本当にその辞書が言ってることって本当なのって疑い持たれても仕方ないじゃないですか。まあ、そうです結局そういうことです。へりくつですね、へりくつ。それ国語辞典を書いている学者が書いてるわけです。あ、そういえばへりくつといえば東京新聞が、皆さん東京新聞もですよ、過去の記事で辺野古には地元の人3名しかいないっていうのを報道してたんですよ、はい、で沖縄の新聞っていうのは向こうにいるのはみんな地元住民みたいに書くじゃないですか、はい、ところが過去の東京新聞が3名しかいないっていうのを書いて、私は東京新聞正直ですねっていうふうにツイッターに書いたら、これをデマだって言って発狂してる人たちがねたくさんいるんですよね。そうですね、いや情けないですね。いや私があれ書いたもんじゃなくて、あれは東京新聞さん書いた記事を私シェアしただけであってね、はい、よく文章を読みましょうね。あれは記事をそのまま転載してるだけですから、私が書いたものではございません。早とちりゃいい加減にしないとね、笑われますよ正直言って。はい、ということで、はい、まさか東京新聞が書いてるって。そう、東京新聞さんちょっとびっくりしました。たまに東京新聞さんいいことやるんですよね。はい、はい、だからね、沖縄のやっぱり反基地運動家たちが新報タイムスより東京新聞って言ってましたけど、それってやっぱり本当じゃないかな、ええ、うん、
でも東京新聞にね、あちら系が抗議したって聞いたことないですよね。全くないですね、うん、なんか身内のそういったものには何も言えない体質があっちにはあるんじゃないですか。はい、多分そうだと思いますよ、うん、はい、いやー本当にね、不祥事でも自民党とか保守系の方がやったら許さない、あちら系の方がやったらもうするなかったことにするってのはちょっと変かなと思いますけどね。はい、自衛隊のセクハラ問題はあれだけギャンギャン追い詰めてた、ね、自衛隊のセクハラ問題は言っときながら、自分なんかの身内の女性がスイスイっとなんか変なことされてもね、何も手を差し伸べないってのはね、もう君こういう話題大好きだよな。もうあのスイスイって態度がちょっといやそういう使い方不適切かなとは。もうソイソイも大好きだもんね。ヤラも大好きだしな。君も幸せでしょ最近。何かとネタが尽きないし。いやーてかなんかこんな笑ってる状況って逆に怖いですけどね。はい、ということで小田和正さんのいつかどこかでをねお送りさせていただきました、ではここでですね、はい、ネットの中からあっという間に削除されて見れなくなってしまった記事をですね、今日は皆様にご紹介をしたいと思います。コメンテーターの方々にはこの記事の内容をね、見てからまたいろいろお話をね、お聞きしていきたいと思います。2021年9月28日、はい、2021年9月28日の、記事なんですけど、性的被害、社会運動でも、寝室侵入された女性、ほとんどが泣き寝入りということでございまして、まあ、女性の寝室にね、侵入してきたというね、不埒な輩のことを、これね、琉球新報さんが記事にしていただいております。さてこれについてね、詳しくちょっと読んでみたいと思いますけど、MeToo 運動をきっかけにジェンダー平等や性暴力撲滅への機運が高まる中、社会運動でセクシャルハラスメントをなくそうという声が高まっている。まあ、このセクシャルハラスメントというのは性的嫌がらせ、つまり女性がね、これはもう性的嫌がらせだと感じたら、それセクハラなんですよね。はい、2018年、県内の社会運動を行う団体のメンバーから、性的嫌がらせの被害に遭った女性は、ほとんどの被害者が泣き寝入りを強いられているとし、運動の場で被害が表面化しづらい構造的な問題を指摘する。女性は団体に問題提起し、謝罪文と再発防止ガイドライン策定につながった。女性の人権の視点から社会運動に携わる高里鈴代氏は、見過ごせない問題だ、被害者がちゃんと言える環境を作っていかないといけないと、時代に沿った防止策が団体に求められているとの認識を示したということでね、まあ、普段そういうふうに人権とかね、まあ、いわゆる女性の権利とかそういったことをやってる人たちの中で女性に対するセクハラが起きたっていうことは、これは本当にありえないことだというふうに私思って、これもう言葉が出ないですね。かぶせて喋ってます。はい、続きます。男女雇用機会均等法によって事業主には性別を理由にした差別の禁止や男女の平等が定められ、セクハラ防止にの必要な処置を講ずることが義務付けられている。しかし社会運動体には法律は適用されず、ほとんど防止策は講じられてこなかった。社会運動に携わった別の20代女性は、政治家、
ここがね、あの視聴者や皆さんとっても大事なところ。政治家や運動する男性らにアダルトビデオ女優に似ていると言われたり、ちょっともう一回言いますよ。政治家や運動する男性らにアダルトビデオ女優に似ていると言われたり、性行為について延々と自慢されたりしたという、言葉が出ないですよね。もう一回言います、これ大事だから。政治家や運動する男性らにアダルトビデオ女優に似ていると言われたり、性行為について延々と自慢されたりしたという、大衆に受ける発言なら許されるような風潮がある。社会問題の解決を主張していても平気で女性を貶める発言をすることはとても残念だと語った。2018年1月に被害に遭った女性は県内の運動団体の宿泊施設広間で団体メンバーの男性から性的嫌がらせを受けた。女性は強い口調で何度も制止したが、男性は女性を恫喝し、広間にいた別のメンバーも止めなかったという。女性は寝室に逃げたが、男性はそれを追ってきた。それを別の宿泊客が止め、大事には至らなかったということなんですけどね。いやこれね、あの新報さん本当に、これ新報さん本当にいい記事書いてますよ。これびっくりですよ。これ政治家ですよ。ね。政治家がセクハラですか。ようこんなことできるなって私思いますけどね。この記事ってところで今って見れるんですか。見れないんですよ。これ実はね、琉球新報さん、あのツイッターにねリンクは貼られたまんまで残ってるんですけど、そのリンクをあのクリックするとね、404といって現在このあのリンクはご利用できませんって言って見れなくなっちゃって、なんで岡村さん見れなくなってるんですかこれ。なんかもうね、前半の話とリンクしちゃうような感じだけどね、今の沖縄の現体制に不利な情報だったから流されちゃうないのかななんて疑っちゃいますよね。はい、本当にこれもありえないなというふうに思いますけど、それにさらにこれに、ね、輪をかけてありえないのは、こういったね、あのセクハラが起きた時にですよ、周りにあの別のね、あの政治家なんかもいたらしいんですよ。それも全く止めなかったっていうことがね、まあ、女性にとってはさらにやっぱりあのショックがねやっぱり大きくなったということでございまして、まあ本当にねこの沖縄っていうのはまあね、なぜか選挙に勝つ人いますよ、選挙に強い人っていますけど、そういった人にはやっぱり物が言えないようなね、そういったなんか雰囲気が出来上がってるのかなっていうふうに思ったりするんですけど。たださ、これで女性がその場に いなかったんですかね、女性の人が。なんで女性の人で、年配の人とかがそういったのを止めたりとか、苦言を呈したりとか、そういうふうなことができないのかなって。そうですね。まあでもね、止める人がいたらね、バーベキュー発言なんて出てこないですよね、タカさんね。そうですね。まあ、ちょっと前の話になってしまうんですけども、横山の奥さんがあの大阪府知事だった時に、あの2期目を目指して、府知事選挙に出た時に、まあ、女性運動員セクハラして、で2期目当選したんですけども、その当選後にそのセクハラのことが、ね、あのメディア取り上げられて辞任に追い込まれたっていう話あったんですけども、その事件から何の教訓も得てないんですかね。あの大阪のことだから一言だっていうふうに思っていたんですかね。いやでもね、本当にあのこういった、まあ、女性に対するセクハラ、いやこれね、いくらなんでもね、どんなにやっぱり選挙を強かろうがね、政治家としての権力を持っていようが、ね、こういうふうに女性に不快感を与えるような言葉投げつけたらやっぱりダメですよ、君も、ね、そういえばさっきあのアダルトビデオ女優に似てるっていうふうに言葉が出てきた時笑ってなかった。いや君あの北部演習場のあの綺麗なお姉さんにね、時々なんかちょっとやばいような言葉投げつける時があるんで、私心配してるんですけど、あの、ね、この銃弾を人に投げつけるのはダメですからね。はい、はい、
でもね、いくら選挙に強くてもですよ、ね、こういうことやっちゃいけないし、それがね、やっぱり、いわゆる自分たちのその陣営のスターだからといってね、誰も諌めないっていうのは、これも大問題だと思うんですよね。まあ、実際に最近そういった、セクハラ問題が取り沙汰された、まあ、ね、元議員の話が最近出ていますけど、その周囲にいる人たちからそれを諌める言葉って、岡部さん、全く出てこないですよね。なんか、忖度があまりにも激しすぎて、ね、男性だけでなくて、女性すらもそういったところで口を閉ざしてしまうというのは、やっぱり組織として異常だし、自浄作用がもう完全になくなっちゃってるんじゃないかっていう思わざるを得ないですよね。はい。まあ、これ実はね、同じような事件が去年でしたかね、宜野湾の方でも起きていましてね、宜野湾のある、まあ、子どもの居場所作りとしてね、作られた施設の中で、まあ、いわゆる女性に対する、ね、人権蹂躙が行われたと。でその、ね、人権蹂躙を行ったのが、なんと反基地活動の、ね、先頭に立つ方だったということでございまして、まあ、その、ね、反基地活動の人たちって結構人権とか女性の権利にはね、いろいろ熱心な人が多いんですけど、なぜかその女性の味方をするどころか、逆にその女性を恫喝したりね、その女性嘘をついてるっていうね、デマを流布したりとかして、この女性すごい苦しんで今でもいるんですよね。そうですね。まあ、だから私思うんですけど、普段ね、女性の権利がとかね、人権だとか差別だって言ってる人たちって、平気でね、他人をそういうふうに差別したり、人権をね、踏みにじったりする。そして、目の前でそういったことが起きても、ね、それが自分たち仲間がやってたら、みんなで知らんぷりするっていうのは、私どうかなと思いますよ。で、今回のね、この20代の女性に対するセクハラについても、周りにいたね、議員たちが、先輩議員たちいっぱいいたと思うんですよ。そういった人たちが、ちょっと、それダメだよっていうふうにね、諌めたら私はそれはそれでよかったし、特にね、そこにいた女性のね、先輩たちは、さらにそれやるべきだったと思う。しかし、誰もそれをやらなかったということは、そのセクハラをしたその張本人がね、すごいまあ、政治家ですけど、組織の中ですごいやっぱり貴重な人材だと、ね、高さん思われてるんでしょうね。まあ、こういったことがやっぱりまかり通るってのは私ね、ちょっとどうかなというふうに思いますし、まあ、そういった人に限ってね、政策では子供とか、ね、そういったことを出してくるんですよね。だから本当にね、今回この新報さんがものの見事に報道してくれた。これ本当に私びっくりしましたけど。でもその後記事を削除したっていうところがうさんくさいですよね。そういったことをやると、琉球新報自体も本当にこ のセクハラやった犯人は琉球新報の関係者かって疑われることになるんじゃないかなと思うんですけども、まあ、逆に保守系の政治家の不祥事は、ね、無料記事で全文が見れてそのまま残ってるんですよ。これがね、いわゆるオール沖縄とか革新系のね、議員がやったことになると一部有料記事でしばらくしたら見れなくなったりするんですよね。ですね。なぜなんですか、マンゴーさん、これは。いや、なんか、その新聞社が忖度しているんですかね。なんか、裏があるのかなって思っちゃいますね。いや、裏があっちゃ本当いけない話なんですけど、はい、ただね、このように女性に対してやっぱりね、平気でそういったもう卑猥な発言をね、やったりできるね、寝室にまで追っかけていくっていうことができるということは、普段やっぱり慢心があるんだと思うんですよ。で、私以前ね、今から何年前かな、2年ぐらい前に、2年か3年ぐらい前に、普天間基地のね、いわゆる反基地活動家に、こう言われたことがあります。オール沖縄にあらずんば、沖縄県民にあらずと。視聴者の皆さん、もう一回言います。これ反基地活動家に言われた言葉ですよ。オール沖縄にあらずんば、沖縄県民にあらず、悔しかったら選挙に勝ってみろって言われました。これってね、
オール沖縄じゃなかったらお前ら沖縄人間じゃねえんだって言われてるのと一緒じゃないですか。そこまでね、うぬぼれるんかと思いましたよ。マイノリティがどうのこうのって今までの発言何だったのって話ですよね。はい、こういった人に限ってね、また普天間基地の、あの前では道路に飛び出して車止めたりとかしてますからね。あと暴風ってたりね、なんか、はい、基地の前で朝からわー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 叫んでたりもしますね。うん、だから今回このひろゆきさんがね、沖縄のその基地問題、ただ本人はここ誰もいないよね、座り込みね、こんだけ日にち書いてるけどゼロにした方がいいんじゃねってニコニコしてピースサインをした。決して彼はね、右でもなく左でもないんですよね。どこぞのねタイムスの記者が彼のことをネトウヨなんて言って誹謗中傷してますけど、決して彼はねネトウヨでもないです。で本当にど真ん中ストレートでね、自分が感じたことをもう本当にそのまんま表現するだけ。それに対していわゆる、まあ、沖縄の反基地活動家やね、沖縄のメディア記者やそして知識人で、それに寄り添うね県外の活動家などが一斉にね顔を真っ赤っかにしてね反撃してるのを見るとね、よっぽど痛いとこ疲れたんだなというのは私やっぱ思ってしまうんですよね。まあ、今まで統一の県ではこのひろゆきさんがね非常に厳しい追及をしていた、ね、特に左の人たちはあっぱれあっぱれって言って褒めていたのに、今じゃ寝とうよって言って散々にけなしてますからね、うん、もう手のひら返しが早いですねはい、そういえば手のひら返しといえばすごい手のひら返しがあったんですよ。まあ今ねあるところで市長選挙が行われています。かなり激しい戦いが行われている市長選挙ですが、この市長選挙が始まる前にそのね、市の与党のね、与党の議員さんたちが、まあ、市長をね、訪れて、我々が応援している候補をね、応援しないんであれば、辞職に値すると言ってね、恫喝してるんですよ。恫喝？これ、タカさん、市長っていうのは、やっぱりね、確かに公人ですけど、はい、一人の人間ですから誰を応援してもいいんじゃないですか。そうですね、その市長も今回の市長選挙には出ずに、あの一有権者になるわけですから、誰に投票しようがその市長の自由ですし、その自由を犯そうとするのはこれって公選法にも触れるんじゃないですかね。あの彼、それにその与党の議員たちは普段はなんとかの表現の自由とかなんとか言ってるんですけども、あの市長があの誰に投票するか、あの選挙誰を応援するかの自由っていうのは認めないんですかね。いや、これ見てね、本当にこの沖縄っていうのは、まあ、あるね特定の勢力思想にね、あの組みしなければネトウヨって言われたり、ね、非国民って言われたりですよ、沖縄県民にあらずと言われるんですよ。で我々はね、あのいろんな考えがあっていいと思うし、私決して反基地運動を否定はしてないですよ。でも彼らは反基地運動に異を唱えること自体許さないっていう感じだから、よく許さないっていう言葉使うじゃないですか、ね、いわゆる彼らこそがやっぱり寛容性がない、そしてね自分たち以外の言論を認めない、そして沖縄のメディアもそれに寄り添った報道しかしない、まあ、新聞見てたら分かりますけど、この前日曜日のね、まあ、ある新聞などは、ね、市長選挙が始まったことよりね、いわゆるフッ素化合物が見つかったと、これがね、一面トップにデカデカと載ってるんですよね。まあ、これ見た時に本当にこの新聞っていうのはもう本来の事実をありのままにね公正公平に報道するのではなく、もうある一定のね意図を持って報道してるんじゃないかとしかもう判断できないんですよね。まあ、ぶっちゃけてしまえば PFOS の発がん性率よりタバコの復縁流の発がん率の方が数万倍大きいと思います。はい、ありがとうございます。まあ、本当にこういったものをね、あの選挙前になると根掘り葉掘り出してくる。この前もあの県庁の民家で見つかった弾丸、あれ弾心といって弾の中身なんですよ。はい、本当は外にあの銅の皮がついてるんですけど、
私のツイッターでね、いろいろこれ質問いろんな方々にしたんですけど、やはりミリオタ、ミリタリーの専門家からすると、弾心だけが取れて飛んでいくことは絶対にないと。そして、弾心の中身は大体鉛なんだけど、それが一日でね、白く錆びることはないということをはっきり言ってるんですよ。で、結論としては、これはもう、皮は剥がされて多分時間の経ったものじゃないかと。発射されてるものではもう 100% ないと。それに発射されたものがね、なんで網戸破れないのっていうね、本当に素朴な疑問をね、書かれていますけど、沖縄の新聞は、そこのところには触れないで、これは米軍のものであるって言ってね。じゃあ、米軍のものだったらですよ。例えば、保育園の前に落ちていたりとか、屋根に落ちていたりとかですね。はい。小学校のところにね、転がっていたりとか、私の家の前にあったり、まあ私の家には、使ったね、使用済みの薬莢を転がってますけど、これ米軍のだって言ったらニュースになるんですか、マンゴーさん。ならないですよね。で、この米軍のこのことなんですけれども、この見つかったのも、あれ、割れたガラスの写真も以前あったんですけれども、銃弾でガンって撃って、貫かれたようなひびの入り方ではなかったですよね。そうなんですよね。まあだからね、本当に報道だけをやっぱり見ていると、まさにね、人文は振り文に変わる可能性もやっぱり出てくるわけなんですよ。いわゆる盲目的になってはいけない。せっかく皆さんね、スマホという、ね、手元に自分だけの図書館があるわけですから、それどん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 やっぱり活用していただきたいと思います。しかしね、まあ、自分たちが応援してる候補をね、応援しないから、お前市長をやめろというね、この脅しをかける人たちって私どうかなと思いますよ。この議員の方々が選んだんじゃなくて、市民の一人一人の投票で選んだわけですからね。そうですよ。そういったことはね、するくせにね、セクハラするようなね、ものは諌めないんですかと。君たち、ちょっと違うんじゃないのなと私思ったりするんですけど。まあ今ね、あるところではもう激しい、ね、選挙戦戦われてるっていうことですが、ぜひね、市民の皆さんには、まともなやっぱり政治家選んでほしいですよね。はい。はい、もうね、とにかく、女性のね、人権を蹂躙するようなものは、言語道断。ね。成敗ですよね、マンガさん。いやー、ダメでしょ。はい、ということで、時間があっという間に来てしまいました。最後の締めはマンゴーさん、お願いします。いやー、本当にね、ちゃんと有権者の方々は、ちゃんと選挙に行ってほしいですね。いろんな情報をもとに判断してほしいです。はい、以上です。なんでこんな早く終わるの？もう少し喋るかなと思って、フェードアウトの準備してたのに。本当に、はい。はい、ということで皆さん、はい、今は切られましたけど、本人まだ喋り足りないようなのでね、その分はまた YouTube チャンネル、チャンネルボギーのアーカイブでお確かめいただきたいと思います。ということで、本日の放送、こねて終了いたします。とにかくね、政治家だろうが、ね、団体のね、メンバーだろうが、ね、人権とかね、差別とか屈辱って言ってる人間だろうが、セクハラはダメよ。はい。それは私、はっきり言わさせていただきます。では、皆様、また来週同じ時間にお会いしましょう。ごきげんよう。OK です。じゃあ、はい。じゃあですね、ここからはですね、はい。では、ここからですね、皆さん、はい。マンゴー仮面こと、ラオウさん。北斗の拳出てくるじゃないですか、ラオウ、でっかい、ガタイのいいのね。彼も、ガタイがいいんで、彼にね、はい。ちょっと、今日喋り足りなかった部分をね、
お話していただきたいと思います。これネットの中なんでこれは大丈夫ですから、はっきり言っていいですからね、マンゴーさん、はい、はい、はっきり言っていいですよ。オナガセクハラはダメでしょ。オナガオナガですよ。ちょっと沖縄県内オナガ生の人いっぱいいるんだからさ、これオナガ生の人今聞いたらビクってしたんじゃないの。いや、なぜセクハラはダメでしょ。何ですかこのセクハラっていうのは。セクハラ、先ほどの琉球新報の記事のあのセクハラをしたというね政治家っていうのはマンゴーさん誰なんですか。これセクハラです。セクハルって言われてますね、はい、セクハルって誰なんすか。そんな名前の人っていましたっけ。まあ、仮名で一応、まあ、名前出すとあれかなと思ったんで一応仮名で。でも彼は今まで数々の悪名を轟かしてますよね。何かとなんか名護市長選の直後になんか現職の方に投票した市民に対してお金に屈したとかそんなこと言ってましたね。お金に屈したと思われるってお前が思ってるんじゃないかよって思いましたけど。あと前回の参院選なんですけれども、参院選なんですけれどもね、はい、うちのうちは強いっていうふうに言ってたんですけれども、じゃあこの彼が応援した候補者の対抗馬に応援した人はうちのうちじゃないのって思います。いや、だから彼らの言い分はオール沖縄にあらずんば沖縄県民にあらずですから、自分たちの味方しなければお前たちは県民じゃないってね、たくさんそう言ってるんですよね。そうですね、彼らね、すごい排他的ですよね、この人たちってね。県民の定義間違ってますよ。そもそも沖縄県民というのは沖縄県内のどっかの市町村に住民票がある人のことを県民って言うんですよね。じゃああれですか、この彼のセクハラ被害を受けた被害者がもう彼にはもう絶対投票しないってやって、もうもし落選運動とかやってもうちなんちゅじゃなくなるんですか。そうでしょうね。お前はうちなんちゅじゃないって言ってから今度攻め立てるんじゃないですか。ちょっとそれはかわいそうな話ですしね、うん、でもね本当にあちら側の人たちって身内の不祥事絶対にね隠そうとするし、あと諌めないんですよね、で今回のこのね坊やの件もね、多分河永知事の、ね、息子さんということで多分ちやほやされてると思うんですよ、こうして。だから誰も何も言えない。普通任期途中で辞めて次の選挙出たら普通後援会長なんか文句言いますよ。お前なんで任期務めきれないんだと。それも言えないんですかね、あの人たちって。もう任期途中で市議辞めて県議になったんだったらせめて県議は4年は頑張るだろうって見てたんですけれども。だから今回もしですよ皆さん、今回この尾長武春が那覇市長に当選したら4年後今度県知事選挙絶対出てきますからね、はい、県知事選挙絶対出てきますね。お母さんと一緒に出てきて亡き、父尾長武氏の、基地のない平和で誇りある沖縄を私尾長武春に実現させてください、これが彼の実績なんですよ。つまり亡くなった親父の存在が彼の実績だって、任期途中でね、タカさん放り出した人間に実績なんてないですよね。そうですね。何やったんですか、彼。何もやってないんじゃないですか。ありました。いやいや、ない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 。任期途中で辞めるんだったら、その時に有権者にお詫びの言葉一つあって叱るべきですよね。まあ、こういう実績を生かして、次も頑張らせてください。ああ、だったらいいですよ。支持者の方々に頭下げてやったと。頭下げて支持者も、そういうことだったら頑張れってやるのが筋じゃないですか。それをきちんとやったのが小野田紀美さんですよね。小野田さん参議院議員選挙出る前には東京北区っていうところで区議会議員やってたんですけども、2期目の途中で参議院選挙出て、まあ、それで当選していまして、その時にはちゃんと支持者の方に国会の場で頑張らせてくださいっていう筋を立てたわけですね。ですし、あと自分のある時小野田さんのツイッターに書き込みした時には
まあ、自分元東京北区民で北区に住んでいた時は小野さんに投票した旨を書いたんですけども、その際に小野さんからのリプライがありまして、任期途中で任期途中で辞めてしまって申し訳ございませんというお詫びの言葉を丁寧に書かれておりまして、あ、うん、すごく丁寧な人だなというふうに思いますね。あっぱれですね、やっぱりこういった人だからこそ今年の参議院選挙では相手候補にダブルスコアに近い差をつけて当選したんですけども、支持というのが広がるんじゃないかなと思いますね。うーん、いやしかし本当にね、唯一の実績が亡くなった知事の息子だからっていうのは、これ高さん実績じゃないですよね。これただオーナーがたけしさん の, とこ息子として生まれたっていう偶然にしかないですよね。偶然にしかないですよね。そうですよ、うん、この選挙なんですけど、まあ、株主総会に例えられるかなって思ったんですよ、はい、で株主総会で会社のこれからの方向性とかを決めるもので、何を決めるかって言ったら、会社の次の社長誰にするのっていうことで、その次の候補と社長誰にするのっていう候補が2人上がってて、1人目がもうしっかり仕事一筋でしっかり頑張ってきた副社長さんで、ちゃんと頑張ってきたから社長さんにも認められて副社長にも抜擢された。もう1人元契約社員、最初4年頑張りますって言ったけれども、3年目で自分親会社に転職しますって言って仕事ほっぽり出して転職しちゃって、で転職してまた4年頑張るのかなと思ったら、その親会社も2年で仕事ほっぽり出してまたいたところに戻りますって言ってる、そんなもんじゃないですか。つくさ、次期社長って普通株主総会では決めないと思うけど、まあ決めないけれども、まあちょっと例えです。君の例え結構面白いよ、うん、君のなんかその思考回路がよくわかるような感じがする、うん、マンゴーさんこういう考え普段持ってるんだっていう感じで、まあ株主さんたちは那覇市民って考えたら、あ、そうだよなって思ったんですよね。いやでもね、本当にこういうふうに都合の悪いこと彼だんまりするじゃないですか。あれだけみんなに質問されても何一つ答えないですよね。そうですね。自分から一方的な情報発信、今度何市長選挙に出ます、子育て世代のために頑張りますってやるけど、いろんなこと質問されても何一つ答えない。これはマンゴーさん政治家としてどうなんですか。いや、ちゃんと子育てするって言うんだったら、まずどういう子育てするんだろうって知りたい人がいるわけだから、ちゃんと答えるべきなんじゃないかなと思いますね。それに私は言いたいけど、彼を今応援してるそのね後援会っていうのはもともと彼のもんじゃないと思うんですよ。お父さんの後援会だったと思うんですよね、うん、つまり亡くなったお父さんの遺産ですよ。それをね、まるで自分がね一から作ったかのようにうぬぼれてですよね、俺は選挙強いんだ、何やっても許されるんだっていう、そういうやっぱり傲慢さがそういったねセクハラなんかにやっぱり出てきたと思いますよ。俺はね元知事の息子だ、何をしても俺はいいんだ、ね、選挙は俺が出たら何でも勝つんだと、誰も文句言うなと。だからオール沖縄の皆さんもね、シンボルである小尾長知事の息子さんっていうことをやっぱりチヤホヤした、誰も何も言わない、悪さをしようが何をしようが誰もね諌めない。だからどん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 裸の王様になっていくんですよ。いや、もともとはね、いい政治家かもしれないですよ。ね。ちょっとここにいるメンバーの中にも別の意味で裸の王様がいますよね。ラオって呼ばれてるらしいんですけど。いや。でもね、本当にね、オール沖縄の皆さん、これは放送を聞いてたら、ダメなものはダメと言わないと人材は本当にダメにしますよ。ね。自分たちが応援している、へそ曲げられたら困るからと言ってね、セクハラしても何も言わない議員たる者がね、あえて名前言いませんけど、議員たる者がそばで見ていてね、それを全然諌めなかったっていうことがどんなに女性にね衝撃を与えたかね、悲しい思いをさせたか。だからね、運動から、ね、離れていくんですよ。
ね、そういったことも自覚してくださいよ、少し。それとね、講演会の皆さん、お父さんのね、応援一生懸命やってきた人たちだと思いますけど、ね、お父さんとドラ息子別ですからね、別。ね、マンゴーさん。全く別ですよね。本当に全く別ですし、はい。辺野古新基地がどうたらこうたらって言ってるけれども、そもそも那覇市と別じゃないですか。名護市、名護宜野湾の問題じゃないですか。で、宜野湾でも名護でも市長選で、容認する、辺野古に移すことを容認する人が選ばれて市長になってるじゃないですか。それをなんで那覇の市長が介入するんですかって話なんですよ。全くその通りでございます。まあでも世の中にはね、高橋さん、辺野古のことは俺が一番だと思ってる人がいますからね。そうですね。なんかFacebook とかでも、名護市在住でもない、名護市在住とかプロフィール書いて、いちいち口出してくる人いますからね。まあ、マウント取りたいんでしょう。ね。辺野古はね、誰のもんでもないですよ。辺野古区民のもんですよ。ね、行った人がそれぞれに感じ取ったこと、聞いたことを発信すればいいだけで、特定の人間がね、ドヤ顔して、俺が辺野古のことは全部知ってるんだと。ね。俺に聞けば何でもわかるんだと。俺がも考えてるね、持ってる情報以外のものはみんなデマだと言ってね、本当の敵じゃなくて仲間たちを叩くような人間っていうのは、私はあまりにもね、情けないと思いますよ、正直言って。はい。ね、マンゴーさん。そんな人間いないとは思うんですけどね。デマ行って一旦相手から告訴されて最高裁まで行くなんてありえないと思うんですけど、まあそういう人はいないと思うんですけどね。まあ裁判かけられて負けた人いますしね、うんうん、お金払ってないみたいだけど、どうなったのかな。これはかなりずるいですよね。はい。要するに都合の悪いことはだんまりっていうのは、今から都合の悪いことをだんまりするのは竹春するって言いましょうかね。竹春する、ね、マンゴーさん、君竹春してるって言ってからセクハルとか、そういうふうに。セクハルはあんまり、セクハル竹春でいいんじゃないですか。でも君ね、大好きなセクハルというとさ、例えば下の名前がトシハルさんっていう人も該当しちゃう可能性はあるので、やっぱり竹春にしましょう。はい、ということで、今日はですね、マンゴーさんの大好きな政治家の一人、尾長竹春君の不祥事、これがね、まあ、表沙汰になってですね、もうマンゴーさん毎日大発狂してるんですよ。嬉しくて嬉しくて、何が嬉しいのか私全く分かんないんですけど、まあ、彼のね、笑顔とね、笑い声聞いてると、よっぽどね、いいことあったんだろうなというふうにしか思いません。でも笑う場面を間違えちゃダメですよね。AV 女優に似てるっていう言葉を聞いて笑いが起きてっていうのは、まあ逆になんかこんだけ不祥事が出てるってこと、なんか逆に怖いでもあったりするんですけどね。うん。でもね、竹谷君がこういった事件を起こした時にそばにいたあなたとあなたね、私名前知ってますよ、言わないだけで。恥を知りなさい。あなた方議員として先輩でしょう。そんなにね、竹春君の機嫌損ねるの怖いんですか？ね。ダメなものはダメっていうのがね、先輩でありね、人じゃないですか？結果的にね、合図中って止めもしないで一緒にね、笑うから、ね、女の子を傷つけてしまったんですよ。ね、どう責任取るんですか？あんたら。ね。人権とかね、女性の尊厳とか二度と言うなよ、てめえらっていうふうに私は思っております。ということで、今日の、マンゴー仮面のね、別館、はい、ラオウの部屋、これにて、はい、別館今からラオウの部屋って言いましたよね、たくさんね。そうですね、ラオウって悪くないですよね。かっこいい。オリックスの杉本選手もあだ名ラオウですし、もし今度の日本シリーズで MVP 取ったら MVP と同じあだ名って、まあ、誇れるでしょ。昔の北斗の拳出てくるさ、ラオウって、こんなのが。あれさ、かっこいいだろ。名刺作るからラオウって言ってから。名刺。いやいやいや。ラボってかっこいいんじゃない、タカさんね。そうです、かっこいいですね。かっこいいよな。うん。うん、意味分かっていないのは多分本人だけということでございまして、本日の放送、これにて終了します。では皆さん、別館もお付き合いありがとうございました。